小説好きですか自分でも書いたことがありますか書いてみたいと思ってはりますか若月ひかるです今日はですね初心者さんの文章術でこれ一つだけ覚えとくだけでね読みやすい文章が書けるようになるチェックポイントについてお話ししますそんな都合の良いもんあんのかって思うはるかもしれへんけれどもほんまにあります絶対に損はさせませんちょっとだけ聞いてってください皆さんはギナトヨ見て聞いたことありますか 弁慶読みとも言います。知ってる人はいはる知ってる人はすごいですね。偉いです。何やそれ初めて聞くわって思うはった方もいはると思います。そういう方はね、あのこの動画で勉強しといてください。難しいことではないです。ひなた読みの説明の前に一つ例文を紹介します。これ実は新聞の見出しです。 今から20年前の京都新聞の実際の見出しです高校野球の記事の見出しやったんですけれども皆さんなんて読まはった 私はえっ、ー、とうんちょっとエッチな方に想像してしまいましたえっ、ー、とパッと見たらねちょっと口に出せんような見出しになってしまいましたよねこれね堂々と新聞の大見出しになってたんですよでもちろん皆さんも気ぃつかはったと思うんですけれども別に夏の甲子園が暑すぎてまあなんちゅうかあの大きさ対決したとかそういうことではなくてあのエースガチンコ対決、まあ、白熱した弱い試合だったということなんですね これがぎなた読みなんですよ。文章の区切りを間違えると意味が変わってしまうっていうやつです。なんでギナと読みっていうのかっていうと元になる例文があります。弁慶がなぎなたを持って折り直したんだ。これはね文章をどこで区切るかによって意味が変わってきます。弁慶が点なぎなたを持ってと弁慶がな点ぎなたを持ってこれね。ギナタってなんやねんと思いますよね。 だからギナと読み、弁慶読みって言われています。意味が二通りっていうか、本来読ませたかった意味とは違う、誤読をさせてしまう文章なんですね。これは、まああの読者さんの問題やって言われる方も言わるんですけれども、私はそうじゃなくって、書く方の注意不足やと思います。皆さんが小説を書きたいんやったら、書き手として、読み手がこういう風に間違えてしまわへんように、 書くことを気をつけてほしいんですよどうすればいいのかなんですが最初の新聞の見出しのやつこれに戻って考えてみましょうこれをこれを私が見上げると YouTube にバンされてチャンネルごとなくなってしまいますわこれを YouTube に怒られようにするにはどうしたらいいですか一つ目の方法これは点を入れるあの点は文章を区切る文章を切るんですよなのでエースが 点あ違うごめんあそれやったらあかんやんもう <laughs> エース点ガチンコ勝負エースの後で点を打つとエースで切れるのでガチンコ勝負の真ん中で切れることがないんですよねこれでもまだちょっと孤独させそうやなと思ったら2つ目の方法こうしますエース点ガチンコ勝負これガチンコをカタカナにしましょうそうするとね あのもう絶対孤独させませんまあ,あの夏の炎天下の高校球児が高校野球で粒を下ろして大きさ勝負なんてことはなくなりますはいあのそれでもまだ孤独しはるような人やったらそれはちょっとその人の方がおかしいここまではやってほしい <laughs> でねこういうふうに気になってを防ぐにはこんなふうに句読点を使ったり点ね点を使ったりカタカナ 漢字での表記にしたりりすする場合があります例えばさっきの弁慶のやつで言うと弁慶がなぎなたを持ってなぎなたを漢字にしてしまうんですよ。ななぎたって難しい漢字やから読めへんと思うからひらがなにしたろう思ってひらがなに開いてしまはる人がいいねんけれどもこれはねやっぱり漢字は漢字で書く方がいいと思うわ私。でないと誤読してしまうしねこれはなかなか書いてる最中は気ぃつきません。水耕の時に ちょっと気をつけて気になって読みしてへんかなーって気をつけてみてくださいとにかくねひらがなを続くと、ひらがなが多く書くと発生しやすいですなのでそういう部分は特に注意してほしいですね漢字にするとか点をきちんと打つそういうふうにしてくださいそうするとね読者さんが楽に読めるようになります読者さんがねまず読みやすい 文章が引っかからない読みやすいっていうのがすごい大事なことでそれがねないとねどんな面白い小説書いてても読者さんに伝わらないんですよおしゃれな文章がいい小説じゃありませんかっこいい表現が素晴らしい小説じゃありません読者さんに読みやすいこと読者さんがストレスなく小説が読めることそれが 文章なんですまああのこういうことを教えててもあの私一生懸命こういうことをアドバイスしてるんですけどまあ何ていうのかえっと皆さんはどっちかっていうとかっこいい文章を初心者の方っていうのはこうかっこいい文章とか書きたがらはるんですけれども違うからねかっこいい文章書いても読者さんで伝わらへんかったら意味がないからね。次にもう一つ例題を 表示します起点のマカロンは家族の評判がとても良くなくなったらまた注文したいですまる。これね楽天のネットショップの商品レビューで見かけた書き込みですこれね私ね最初選んだ時にわからへんかったんですよ家族の評判が良くない良くなく なのにまた注文したいわけわからんと思ってよく見たら節が5つなんですよまああの家族の評判が良かったみんな美味しいって言ってたせやからまたせやからじゃないなあの否定じゃないねん否定の接続詞じゃないねんなこれな家族の評判がよくなくなったらまた注文したいですっていう意味なのになんで逆の意味にやめてしまったかこれは「ギナ」というだからですね じゃあ皆さんも考えてほしいんですけれどもどう直せばいい点を1箇所漢字を2箇所変えることによって文章が良くなりますっていうか誤読させなくなります皆さんも考えてみてそれでね凍っちゃうかなー思ったら書き込んでくれはったら嬉しいですコメントしますよ私あの最近忙しくてねコメントできてないんですけれどもいいですねとか正解ですみたいな感じでコメントしますよ あの皆さんも書き込んでみてください。なんね